ミニチュアブルドッグミニチュアブルドッグとは、イギリスのイングランド原産の絶滅された、愛玩用犬種である。旧称は、トイブルドッグ。1835年に、イギリスで刀剣が禁止され、それを受けて作出された犬種である。オールドイングリッシュブルドッグはもともと刀剣をする、ことのみに使われてきたが、それによって、唯一の仕事を失ってしまった。そこで、オールドイングリッシュブルドッグは、 ペットや番犬などとして飼われるようになったのではあるが、一部の犬は愛眼犬として専門に飼育することができるように改良された。標準サイズよりも小さいオールドイングリッシュブルドッグを集めて後輩し小型化させ、性格もより穏やかになるように改良を加えて、ミニチュア版が作出された。これが本種ミニチュアブルドッグである。人気は時代により上下を続け、1850年代には、 フランスに輸出された。しかし、このことがミニチュアブルドッグの運命を立たせてしまう結果を招いた。その頃、イギリスではミニチュアブルドッグの人気が復活し、貴族から庶民まで広い階級の間で飼育され、流星を極めていたが、フランスからフレンチブルドッグが輸入されるようになると、本州の人気は完全に奪われてしまった。実は、フレンチブルドッグはかつて輸出された。 ミニチュアブルドッグを元に作出された犬種で、本種にはないコウモリ耳という珍しい特徴を持っていたため人気が出て、完全に取って変わられてしまったのである。その後本種の愛好家は、科学的な証拠を示して、こちらの方がフレンチブルドッグよりも健全な犬種であると主張したものの人気は回復せず、1930年代に絶滅してしまった。 近年ミニチュアブルドッグの良さが見直され、フレンチブルドッグにボクサーやオールディ・イングリッシュブルドッグス、ブルマスティフなどを交配させて再開発、復元が行われている。まだ開発は始まったばかりで、複数のブリーダーがそれぞれ微妙に異なったブリーディング計画を立てているためどのような犬種になるのかはっきりしないが、後後後から10年すれば再生版ができるのではないかと言われている。 ちなみにミニチュアブルドッグは現在よく知られているイングリッシュブルドッグの小型版ではない。イングリッシュブルドッグはおよそ100年前にオールドイングリッシュブルドッグを商用に加工して作出され、オールドイングリッシュブルドッグをそのまま小型化した姿をしていて、容姿はイングリッシュブルドッグとは大きく異なり、ほとんど似ていない。マズルは潰れていないが短めで太く。 頭部にはほんの少しシワが寄っている。耳は折れ耳で首と足は長い。筋肉質の体つきで皮膚は引っ張るとよく伸びるがあまりたるんでいない。コートは硬めのスムースコートで毛色の制限は特にない。尾はタレオだが短めに暖をすることもあった。小型犬サイズで性格は温厚で忍耐強く体力があり忠実。かかりやすい病気は 特にないが、サイズが特に小さい犬は難産を起こしやすいと言われていた。ありがとうございます。